鈴木武氏は、日本の実業家。トヨタファイナンシャルサービス代表取締役社長や、愛 o i 日制度は損害保険代表取締役、会長、三井住友トラストホールディングス取締役、国立大学法人東海国立大学機構理事等を歴任する。愛知県壁南市出身。壁南市立新川小学校、壁南市立新川中学校。 愛知県立刈谷高等学校を経て、1970年、名古屋大学経済学部卒業、トヨタ自動車販売入社。経理出身の奥田博代表取締役社長の、支遇を得て、経理部門を統括し、2000年取締役に昇格。2003年常務役員。2004年専務取締役経理、財務本部長。2005年専務取締役情報システム本部長。 2006年専務取締役経理本部長、同年専務取締役事業開発本部長、2008年から、トヨタファイナンシャルサービス代表取締役社長兼、トヨタファイナンス取締役を務め、2009年には、東海東京フィナンシャルホールディングスの石田健章代表取締役社長との間で、証券業務統合を合意し、2010年に、東海東京証券と、 トヨタファイナンシャルサービス証券の合併を行った。同年、東海東京フィナンシャルホールディングス取締役。2011年、アイオイニス制度は損害保険代表取締役、会長。2013年、愛知コーポレーション取締役。2014年、北関会会長。2015年、アイオイニス制度は損害保険特別顧問。同年、コーポレートガバナンス強化のため社外役員の、 比率を増やすなどした、三井住友トラストホールディングスの取締役に就任。2018年愛知コーポレーション取締役。2020年、国立大学法人東海国立大学機構理事。この間、トヨタ財団幹事、立松財団評議員、財務省園の国際化推進研究会メンバーなども務めた。ありがとうございます。